はい、今日は物騒な話題になりますので、まずは本当の爽やかな格闘技の話題からいきましょう。まずは昨日ファン待望の発表、タケル選手 vs ロッタン選手で、タケル選手も人望厚いですからね、選手たちの声を聞いていきましょう。まずはかつてのライバル、今は仲間、タイガ選手。応援してます、タケル選手。タイガー、ありがとう、一緒に勝つぞ。秋山義弘選手、いつも格闘界を引っ張っていただきありがとう。タケル選手、そう言っていただいてありがとうございます。先輩方がつないできた格闘技の歴史を僕が未来につなぎます。山崎秀明選手、不可能を自分の力で全て現実にしていく様、心からリスペクトです。応援しています。タケル選手、ありがとうございます。秀さんの背中からたくさんパワーもらってきました。必ず勝ってきます。鈴木雅彦選手、本物の戦い、全力応援ありがとう。 K1 女子フライ級チャンピオンカナ選手、いつもかっこいい背中を見せてくれてありがとうございます。戦いを目に焼き付ける、レッツゴー。タケル選手、カナちゃんありがとう。俺が先に K1 の強さ見せてくるよ。女子はよろしく。親友松倉慎太郎選手、タケルはいつも有言実行してここまで来てる。俺はいつもタケルが言うこと、やることは必ず起きるし、成し遂げるって疑いなく信じている。そんなタケルの姿勢や言葉にいつもパワーもらってます。大事な試合前にも全力で支えてくれている最高のチームメイトにも、ベルトを持って最高の勝利のバトンを渡すタケル選手、今唯一のチームメイト、勝ってつなげてくれ。松谷キラ選手、最高、頑張ってください、ありがとう。 K1 の強さ見せてくる。ノイリー正明選手、かっこいいでしかないファイター、世界最高峰の殴り合い、期待しかしてないし信じてます。正明ありがとう、日本人の強さ世界に見せてくるよ。70キロは頼んだ。地元の後輩コウキ選手、どうやって倒すんだろう、楽しみ。大岩達也選手、この発表には興奮した、いつもタケルが有言実行していく姿に奮い立たされる。そしてタケル選手は、2024年1月28日にワンチャンピオンシップ世界チャンピオンロッタン選手との試合が決定しました。僕の格闘家人生のすべてをかけて世界最高の殴り合いをします。そして必ず勝つ、応援よろしくお願いしますと。そして大久保博正選手もこの対決に大注目、動画出してくれておりまして、タケル選手1、2戦挟むのかなと思ったが、タケル選手は一戦一戦命をかけているので、いきなり行こうと決めたのかなと思った。勝敗のポイントはボディと前蹴り、ローがキーになると思う。自分のコンディションも整ってきてますということでした。あとちょっと面白かったのは、中田ザリッチ広隆選手のついに対決、ワクワクしますね、見えてれば聞かない教の競争同士の究極の対決と。確かに。そして今回日本大会が行われるということで、ワンの元バンタム級キックボクシングチャンピオンの秋元弘樹選手は、私はワンチャンピオンシップにおける日本人初のキックボクシングチャンピオンであり、再びチャンピオンになるつもりですと意気込みを語っております。ちなみに中島太一選手の奥さんが秋元弘樹選手の大ファンでもあります。そして気になる会場で見るチケット料金の方なんですが、このアーリーバードプライスっていうのは多分、早期購入割引という方だと思いますので、こっち行きますと、まず VVIP が397,600円、 VIP が174,000円で、あとは1から6までありまして、1が一番高くて77,248円で、一番安い席だと11,587円で見れるということのようです。そしてあとはロッタン選手のインスタのフォロワーはなんと146万人もいます。そしてコウジ選手の変換、難しい時にスメラギオサムと入れると出てくるというのは有名ですが、タケル選手の場合はホタカと入れると出てきますので、武力尊敬といちいち入れなくても大丈夫ですので試してみてください。そして青木真也選手と政治ノースカット選手の試合、大応援団となっているのが山本聖吾さんで、俺は青木さんの考え方はプロとしてとても好きだし学ぶことが多いです。ワンラストの試合、相手も政治だし頑張ってほしい。どこの舞台だろうが伝説としてまだまだ続けてほしい。間違いなくこの数十年間の日本の格闘技ドリームとかとワンを作って支えてきたのは青木さん。ワンで最後ということは、ワンの一つの世界が終わって、そして新たな時代が来るだろうし、青木さんが言っていた破壊と再生、とにかく政治に解消してほしい。やっと青木真也の MMA が見れるんだ。日本の格闘技氷河期を支えた一人、今はいろんな選手の登場などで盛んなワンだけど、青木真也がワンを作ったことは否めない。
本当に感謝。感情もリアルだな。この章の完結、次の章にも期待。 LINE 載せたいくらい本当優しい人なんだよな。応援したいと、こちらも熱いですね。ふう、そしてこれが来てしまったか。アンポルキア選手ゾーンが。まず昨日一日の始まりに、アンポルキア選手自身のスーツでビシッと決めた画像とともに、今日荒れるけどエンタメとして楽しんでなと投稿。平本蓮選手、それに対して、アンポ1月グレゴリアンとやるのマジと、グレゴリアンは説明しなくても大丈夫かな。 K1 ワールドマックス初代チャンピオンスーパーボン選手とチンギス・アルゾフ選手には負けましたが、まあほぼ同じ強さと言っていいでしょう。ワンの。それに対してアンポルキア選手、割とマジやなと。平本蓮選手、それに対して、クソ楽しみだわ、チケット買うわと返しておりまして、本当なんでしょうかこれは。そしてこちらですね。ここのところ話題になっている須田理央剛選手 VS アンポルキア選手。一旦は仲良くなり、ご飯に行く約束も。しかしその後、アンポルキア選手が神社でお地蔵さんに雑に柄杓で水をかける動画を投稿すると、それに突っ込む須田理央剛選手、アンポルキア選手は、これ水かけ地蔵だから、てか年下なんだから俺のことをお前って呼んでくんなよと。そこからまた仲違いしてしまい、おう、じゃあ電話で話そうぜとなり、アンポルキア選手はそれを録音。昨日それがアップされました。その前にアンポルキア選手曰く、須田理央剛はうちらのチャンネルも見てたって言うし、アメリカにいるって言ってたし、俺は励ましのコメントも送ったりしていた。喧嘩で勝てるとも思っていないが、大阪なめんなよということで電話をして、須田理央剛選手、録音してんなら話さないわ、とりあえず試合終わったら会おうよ。アンポルキア選手、お前ストーカーやな、気持ち悪いな、俺のことしばきたいんか、答えろや豚、死ね。須田理央剛選手、死ねって言ったな。アンポルキア選手、んなもんどうでもええねん、こっちは会いたくねえわ。何、俺がビビってるかどうか。ああ、じゃあビビってるわ。ビビってたらなんなん。おい豚よ。須田理央剛選手、おい鳥柄、お前録音したのもアップして、実は前から気に食わなかったんだよ、こっちが喋ってんだから黙ってろよ鳥柄。アンポルキア選手、お前さ、ブレイキングダウンのことを嫌いとか言っておいて同じことやってんじゃねえかよ。おい豚、ブヒブヒ言え。須田理央剛選手、あったら言おうと思ってたが、お前 DM も勝手に晒すってどういうことだよ。俺が言ったから、あの時は投稿するって言っただけで、言わなかったら無断で投稿してた気だったんだろ。アンポルキア選手、須田理央剛選手、聞いてる。アンポルキア選手、ああ寝てたわ。じゃあされされたくないような DM 送ってくんなよ、自分で気持ち悪いって認めてるようなもんやん。俺はお前が喧嘩腰で来たから電話も録音したんだよ、投稿とかどうかはまた別の話。お前単細胞か、スニッカーズでも食っとけ、イライラしすぎやねん豚が。ここスニッカーズなんですね、イライラした時。私たちの世代で言うとここカルボーンだったんですが、まあどうでもいいですね。はい、須田理央剛選手、おいガリガリ。アンポルキア選手、世間的にどこが俺のガリガリやねん、一般的に俺の体の方がイケてんねん。須田理央剛選手、強いか弱いかだろそこは。アンポルキア選手、そりゃお前の方が強いんやろな、そりゃお前が豚やからな、お前と同じ体重だったらお前のことなんか勝ち殺したろや。こら、結局何が言いたいねん、目的言え。須田理央剛選手、勝手に人の DM 晒すってどういうことやねん。アンポルキア選手、だったらお前最初からそうやって言ってこいや。こら、スニッカーズ食べといてください。須田理央剛選手、面と向かって話したい。アンポルキア選手、勘違いすんな、こっちは興味ない。須田理央剛選手、お前現実社会で生きろよ、あんま調子乗ったらあかんで、あははは。はお前ビビってんの。アンポルキア選手、皆さん日本にこんなように脅迫してくる120キロの豚がいるんで気をつけてください。はい、よかったね、バイバイ、ブヒブヒ。で電話終わって、アンポルキア選手、ほんまブチギレた、これはリアル、俺はリアルに生きていきたい、これが俺やわ、以上アンポルキアでしたと。その後、格闘家どうのこうのを言う前に、男には惹かれへん戦いがある、おかんごめんなとお母さんから来た DM のやり取りを晒しておりまして、お母さんは YouTube 見たけど、いっつもいっつもハラハラさせられる、あんなでかいことを試合するとかないよな、2人分の体重あるだけで狂気や、怪我するからやめてな、腹が立つのはわかるけど落ち着いて。アンポルキア選手、ごめん練習してた、大丈夫やから安心して、
脅迫みたいなことされてマジでムカついてるし、何より体がでかいだけで小さいもんを舐め腐っとるあいつが許されへん。でここなんですが、だから戦ってけじめつけるつもり、落ち着いたらまた顔を出すわと。戦ってとあります。戦ってとありますが、私的にはこれが最初からお互いのブックだったとは思えないんですが、あ、でも今アンポルキア選手ラップやってるからそこでの決着の可能性もあるのかな。さすがにね、 UFC 目指している須田龍剛選手はブレイキングダウンには出てこないと思いますが、とりあえず貴健信選手に風評被害がいかないことだけは祈ります。あとちなみにですね、本当にちなみになんですが聞きますと、皆さんはどっちの意見の方が正しいと思って見てましたでしょうか。はい、俺はあれかな、なんか20分起きとかに、まあ、本とか読んだら20秒遠くを見ると目にいいらしいですよ。はい、日々のそういうケアって大切だよね。あとブルーベリーとかも目にいいって聞きますよね。でこれが前日までに私が撮っていた部分で、さっき起きたら追加部分がありましたので、またアンポルキアが暴れてて大変、本件やらせとか言われてるけど、昨日ブチギレたルキアから電話があって、スダリオとブレイキングダウンで戦わせてください、ブレイキングダウン11のメインで戦ったらミクルさんへの恩返しにもなると思いますしと言われた、ルキアはやっぱりぶっ飛んでいると。 PR ご苦労様ですというコメントついておりました。アンポルキア選手はガチやからな、俺なかなか怒らんけど怒らしたらかなりめんどくさいで覚悟しとけよ豚と投稿しております。でアンポルキア選手なんか覚醒しちゃいまして、これだけでは止まらず、今度は矛先が梅野源氏選手に向いちゃいまして、タスクという YouTuber の人が記憶がなくなった時の朝倉未来選手のモノマネというのを披露し、そこに梅野源氏選手が男が涙を流して血ヘドを吐くような練習をして必ず絶対に強い姿で戻ってくるので待っていてって言っていたのに、これをネタにしちゃったらおしまいだろと。でもこれは朝倉未来選手とのコラボで朝倉未来選手の前でやってて、朝倉未来選手もこの動画ににっこり絵文字を送っているという話もあるんですけど、それに対してアンポルキア選手が、平本のいじりにはたまに愛を感じる時があって、この前会って話して理解した部分があるけど、梅野はただ平本に乗っかってるだけで自分の意思も何もただの金魚の糞よな、スダリオの次に気色悪い格闘家やわこいつ、肘だけルールでもやっとけと。平本蓮選手それを引用リツイートして、安保大晦日にミスター X とやろうとしててくさと。これはちょうどいい加減の、しかも梅野源氏選手に対しても安保ルキア選手に対しても取り持つ感じでいいコメントだと思います。そしてこちらは真面目な話で、昨日の平本蓮選手こんなツイートも、ずっと考えてたことを昨日決心決めた、笹原さんのあの驚いた反応を見ればみんながこれを知れば爆発するのは間違いないな、すべて絶対に実現していく、そのためにもここからは全勝するのみと。ついたコメントから読み解くと、どうやらバンタム級に下げて朝倉海選手と対戦することに軸を置いていくんじゃないかなんてこともありましたが、どうなんでしょうか。さらに MMA 始めて3年、正解が分からなくて手探りでたくさん迷ったけど、いろんな先生と出会ってきて教わった技、大塚さんに叩き込んでもらった基本を徹底した組み技、みんなにグラップラー蓮を見せる時がついに来た、いやこれが MMA ファイター平本蓮かと。先ほどのツイートと関連しているんでしょうか。そしてこちらは貴健信選手のおととい行われたインスタライブの模様となります。安保ルキアと兄の喧嘩見てないしどうでもいい、身内がやってたら行儀悪いやめろと言うかもしれないが違うのでどうでもいい、今体重は123キロ、リバウンドはしてない、融資は集客力があったから選ばれたんじゃないの、今 LA、 こっちの方が日本より月が大きく見えると。でもこれは近くに建物とか比較対象があるかないかで大きく見えたり小さく見えたりすると聞いたことありますね。 LA では死の確率高まるし喧嘩ができるのが最低条件、日本の方がだから全部いい、来年1月2月にまたタイに練習に行く、その時期他の海外からの選手もたくさん来る、チマエフも来そうなので楽しみ、こっちでは救急車1回呼ぶと100万円かかる。アンポルキアがヤーマンとか階級下の選手に喧嘩売るのはダサいと思う、自分はもともと首が強いと感じていたので打たれ強い、朝倉未来選手も首強いですかには、うん強い方だと思うよ、
一番得意な打撃はノーモーションのストレート。人生において一番大切なものはと聞かれて、自分を持つこと。そうすれば少なくても大切な仲間が残る。分かっててもできない人が多いんだけど、これが大事。あと開き直りを覚えると人生が楽になるよ。ロシア人は柔術を下に見てる選手が多い。タイで知り合ったワン元ライト級チャンピオンのロシア人がライジンに出たいというので、ライジンに情報を送っている。ただその選手は一般的に知名度がないので、それで他の選手たちを食っちゃっていいのかという問題も関係してくると言われたと。ここで以上です。貴健信選手、その後、俺は他人の喧嘩見てるだけでいい爆笑絵文字と投稿して、朝倉みくるチャンネルのたくまくんがそれにいいねをしております。はい、2人同じスタンスのようです。こちらは東京ヘッドラインニュースさんよりで、斉藤豊選手へのインタビュー掲載されております。斉藤豊選手、ライジンフェザー級がぐちゃぐちゃになっているのはお客さんからしたらものすごく面白いと思うし、一番面白い階級にライジンでなったと思う。やる方としては結果ありきで、どの選手との対戦もあり得るというのの繰り返しになってきている。クレベル戦のオファーはクレベルが金原さんに負けた時点であるなと思っていた。鈴木千尋選手については、もともと自分の中の対戦あり得るリストに入っていた。試合を見て自分だったらこうするというシミュレーションはずっとしていた。大振り空振りパンチとかも打つし、榊原さん好みの選手ってことも見てわかります。かっこ笑い。ライジンと水が合っているように思うと。そして金原正則選手については、特に接触はないし、日本に戻ってきてからは金原選手はバンタムでやっていたので、対戦相手として見たこともない。クレベルとは2年前に一度組まれかけて流れたが、2人ともそれから吸ったもんだあり、あの頃より実は今が一番いい時期だと思っている。2年前自分としては試合を成立させたかったが、あそこでやらないという選択をしたクレベルに僕は理解ができなかった。それは今でも絶対に忘れないと。そして気持ち的にはまだ24、5歳でいるが、体の方は正直で疲れもなかなか抜けません。でも対戦相手をレベル落としてやることもできるが、常に上を目指す気持ちでやるのが現役選手の宿命。そこは職人技などでカバーしていく。佐藤翔光選手も同い年です。太田忍選手との緊急オファーにも耐えうる練習を日々続けてこれていたのが佐藤選手は本当にすごいと思う。自分の年間3試合ペースもここに勝てばスケジュールが見えてくるのであるかもしれません。でも今回1ラウンド30秒で勝ったらですかね。かっこ笑いということでした。続きましてこちら、11月29日20時からの武田浩二選手のインスタライブの模様となります。早速、今親知らずが半端なく痛い。よく聞かれるんだけど、萩原恭平選手の対戦要求は打倒と言ったら失礼だが、萩原選手も前回負けてて、自分はフェザー級初戦でいきなりトップランカーとできる権利は持ってないからちょうどいいと思ってさせてもらったと。フェザー級への転向はライト級でプロとして出始めて、気づいたらここまで来たが、初めから考えていたこと、変更のタイミングもムサイフ選手戦を終えてと前から決めていた。堀江義則選手とはあれからまだ飲みに行ってはいない。まだ自分にダメージが残っているし、酒を飲んでいないというか、自分は普段から酒は飲まない。大晦日はさすがに無理。でも会場には行く。今73キロなので、あとフェザーだと13キロ落とさないと。萩原恭平選手の次はフェザー級グランプリを希望。ライジンに感謝しているので、結果で返したい。アゼルバイジャン、戦争の雰囲気は全然なかった。ライジンウェハースでは榊原社長が欲しい。来年引っ越しが決まっている。クレベルともやりたい。クレベルにはあなた仲間ねと言われているんだけど、最近宮田先生とはそんなに会ってないと。ここで以上です。ちなみに武田浩二選手がドクターペッパー好きっていうので、この間思い出したように
中二の甥っ子と小三の姪っ子といるときにドクターペッパー20年ぶりぐらいに買って二人に飲ませたら、おーえくっそまず二度といらんと言っておりまして、ちなみにですね、ドクターペッパーっていろんなアーティストのデザインで描かれることありますけど、これはある有名人が描いたバージョンなんですが、私のドクターペッパーのイメージといえばこれなんですが、誰かわかるでしょうか。10代20代の人で分かった人には5点あげます。まあここにサインで答えが書いてあるんですが、見てもわからないと思いますが、誰でしょうか。そしてこちらは残念なお知らせ2つ。まずはレーナ選手、年内復帰を目指していましたが大晦日の試合はなくなりました。来年しっかり準備を整えて試合に挑みたいと思いますと。そして中田沢リッチー広高選手も、12月に MMA の試合あるかもだったんだけど、話が流れたからカツ丼食ったよ、金稼ぎたかったと。こちらはパンクラスでしょうか。もう一つありました。エドポールキング選手からも残念なお知らせですとしまして、12月17日ランブルボリューム2に出場予定でしたが、練習中の怪我により今大会への出場ができなくなりました。次回大会出場は決まっているので、しっかり完治させてさらにトレーニングを積んで戻っていきます。来年は勝負の1年になりますので、皆様引き続き応援よろしくお願いいたしますとのことです。そしてこちら伊藤勇樹選手の1週間前の自身の YouTube チャンネルからで、パチンコ打ちながらのフリートークで、鈴木千尋選手と伊藤勇樹選手ここのところ仲がいいですが、それはスーパーライジンの時控室が一緒だったようです。そして公開計量の時殺気を感じたので、パッと見たらムサイフ選手がピスタチオを食っていた。ピスタチオで殺気出せる選手なかなかおらんと言っておりました。はい、と言っていると大当たり来ておりました。そしてこちらは昨日のユーシ選手のツイート、午前中はグスタボトレーニング受けてきました、技術がすごくてびっくりと。普通のことをツイートしただけなんですが、グスタボの無駄遣いやめろとか、顔の大きさはユーシの方だね、遠近法を使うな、グスタボだけでいいや、無駄遣い、格下と練習してくれるなんてよかったね、お願いもういいから、などなどと。さすがにちょっとここまで来るとかわいそうなんじゃないかなと。そしてこちらは自身のしゃぶしゃぶ屋を閉め、今では雑用係として歩き始めた川名店長ゆうき選手、昨日その今では引っ越した後のガランとした元店内の画像とともに、6年間ありがとう、思い出いっぱいだよ、ここで何人もバイトの子たちが大人になって社会に旅立っていったし、1日だけ来て辞めていく人もいた、たくさん笑ったしちょっぴり怒った、漫画に出てきそうな態度の悪い輩には俺が接客して黙らせたり、釣り銭はいらないよってお客様のお金でバイトにアイス買ったなぁと。するとそこに、美味しいお食事をありがとうございましたとか、妻とお伺いさせていただいた時は心よくシュートのベルト持たせてくれて、写真までありがとうございましたと。シュートのベルトを飾ってましたね。いつも楽しくて親切な接客、美味しいお料理ありがとうございましたなどなど、ほろりと来ますね。で、中にはあとはその店内で踊ったりなとも来ておりまして、これは八千選手戦の前の公開練習での一コマになりますね。そして店長、昨日だらかくさんに雑用係が話題として取り上げられていたダブル、サクッと格闘技界隈の情報を知れてるのいいし、なんだか面白いんですよね、笑いとも投稿してくださいまして、で雑用係と依頼料より詳しくしてみました。一人分の労働力が必要な時にどうぞ、お支払いは現金または口座振込、口座振込もできますので、例軽作業、買い物、散歩、観戦、飲み会、掃除、キャンプ、バーベキュー、釣りなど、重作業、搬入出、引っ越し、ゴミ処理、トレーニング、ハイキング、登山など、格闘技セミナー 1.5 万プラス参加者1人につき2000円と。他の条件詳細はこのようになっておりますので、皆様ぜひぜひ読んでみてください。はい、なので一緒にペーパービュー見たり、トレーニングの指導も受け付けてくれているみたいなので、そういう付加価値のあるもので依頼するならばなおお安く感じますね。もう店長こそね、ブレイキングダウンに出てスポンサーいっぱいつけてほしいですね。あ、そういうのいいのかな、店長の意思を無視して、これは本人の意思がかなりね大きく左右する案件だと思うんですが、それを無視してブレイキングダウンのオーディションに応募してみてくださいとか、ブレイキングダウンのオーディションに行くんで一緒についてきてくださいとかね。だからどれになるんだろう、12時間以内、重作業 2.5 万円にもしかしたらなるのかもしれません。はい、皆様拡散ともどもよろしくお願いいたします。
そしてこちらは昨日の鶴谷玲選手のインスタのストーリーから、医療脱毛で足ツルツルにしてきた、痛いと思ってビビってたけど全然痛くなかったですと。これはさすがに永久脱毛ではないんだと思います。それとサムライトップチームの YouTube がまだ生きているようで、そこから昨日鶴谷玲選手の密着インタビュー動画というものもアップされておりました。そしてこちらは我らが股間王堀翼選手、 K1 の中継でも格闘技ファンからはおなじみ、芸人のバッドボーイズの佐田さんも出演する映画傷という、内容は主演橋本善一が反社会的組織を相手に孤軍奮闘、現代アウトローがバッドボーイズ佐田ら演じるこわもて俳優陣と対決というもので、そこに堀翼選手出るんですが、これ前にデブマネが話しててシャブ中のラーメン屋の役らしいです。はい、今日はね、川名店長ゆうき選手のシャブシャブ屋からこっちのシャブまで、本日は大変幅広い内容になりましたね。そしてこちらは暴行で逮捕、その後韓国で試合が組まれ、そこでも相手選手に醤油を垂らしブレーキングダウンしちゃった醤油日記、これはユイソーというラーメン屋さんでいいのかな、というところとコラボ、期間限定醤油日記の醤油ラーメンというものが発売されるようです。しかしながらここにさすがに友達でもあるライズチャンピオンのモングチ選手が、友達やけどさすがにこれはタイミング間違えてないか、異国の地で粗末に醤油扱って日本では大炎上よと釘を刺しております。しかし当の醤油日記の方は、500食完売するまでやります、醤油ラーメンお待ちしておりますとツイートしております。我関せずといったところでしょうか。しかしながらツイッターのコメント機能はオフになってますね。そしてこちらは UFC 元バンタム級チャンピオンのアルジャメン・スターリング選手、以前から噂されておりましたが、本人の口から直接、次戦はフェザー級になると思う、まだ UFC には正式には話してないが、これは俺が決めたことだと語ったという情報も入ってきております。そしてこちらは佐々木ウルカ選手、プロレスラーのソヤ・マナブー選手の YouTube ソヤソヤテレビくんの時間ですというもののガチ神回、主語レスラー集結、お店の酒全メニュー飲み干すまで帰れませんというものを引用リツイートして、これめっちゃ面白い笑いと。なのでプロレスに興味がある方はこれからやっぱり佐々木ウルカ選手を追っていくとすんなり入れるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで本日は以上となります。ファッキンジャップぐらいわかるよバカ野郎、おじちゃん名前なんていうの、菊次郎だよバカ野郎、などなど北野武監督作品の予告では印象的なフレーズ毎回出てきますが、今回新作映画首で配給が押しているのは皆さんなんだか知っていますでしょうか。ちなみに五味隆典選手はもう見たようで面白かったとツイートしてましたね。それはですね、本能寺の変が起こりさっさと引き返したい、北野武演じる秀吉敵将に切腹を命じ、しかしまず歌を読み、この世の儚さをみたいなそして歌を書き、儀式めいたものが延々と続くので業を煮やした秀吉がイライラとしながら、さっさと死ねよって、これですね、はい、金八先生の死ぬなんて簡単に言うなよの逆となりますね。ああさっさと死ねよってね、はい、まだ見に行けてないんですけど、ここは10回ぐらい繰り返し見ました。今毎日他人のレビューとか見まくってますね。どうやらアウトレイジの戦国版ではなくてまた違った風味で、ベースのみシリアスで、そこに乗っけているのはパワハラ、あとは男色、人の命が軽いなどのブラックコメディのようです。だいたい年取ると黒澤明監督とかもまだだよとかね、ああいう人生を締めの方向に行く作品が増えると思うんですけど、全く枯れてなくて精力的なのがいいですね。私右耳が悪くて大きい音がするところに行くと鼓膜が中でバリ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 ってめちゃめちゃ震えるんで、なので格闘技の会場とかカラオケとか最近では居酒屋の雑踏とかでもなってしまうぐらいになってしまったんで、なのであんま行けないんですよね、実は耳栓持っていかないといけないんで、でギュッと締めておけば多分震えるんでそれを止めてるんでしょうね、はい大丈夫なんですが、なので一苦労なんで行くの本当に覚悟がいるんですが、これは絶対ね見に行きたいと思っております。悪い金八先生を見にね、はい、高評価チャンネル登録通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。本日も良い格闘ライフを。